皆さんこんにちは。熊の学校の熊です。今日は文字の右上につくこの点々と丸について見ていきたいと思います。この点々は濁点と言い、その音を濁音と言います。そしてこの丸を半濁点と言い、その音を半濁音と言います。この濁点と半濁点は、すべてのかなにつくわけではありません。濁点は、家業、作業、他業、破業に、半濁点は、破業にのみつきます。点々と丸は、かなを書いた後、最後に書き足します。それでは見ていきましょう。私の後に続いて発音してみてください。家業と作業の濁点は縦書きバージョンでいきます。が、漫画、ガム、ぎ、銀、ギター。ここで長音の説明をしたいと思います。ギターのこの長い棒は長音符といって音を伸ばすときに使います。長音符は主にカタカナに使いますが、友達や家族とのメールのやりとりや漫画ではひらがなにも使うことがあります。例を見ていきましょう。おいしそう。おいしそう。すごい。すごーい。ぐ、ぐ、グーグル。げ、元気。ゲーム。ご、ご飯、ゴール。ザ、雑誌。ザーザー。ここで小さいつを説明したいと思います。この小さいつは促音といって、ひらがなにもカタカナにも使われる文字です。つと書きますが、つとは発音せずに、小さく詰まったように発音をします。縦書きだとこの位置に、横書きだとこの位置に書きます。例を見ていきましょう。ラッキー、学校、結婚、ポケット、来てください、切ってください、いてください、行ってください。小さいつが入るのと入らないのでは意味が変わってしまいますので、慣れるまでは意識して発音してください。じ、自由、ジム、ず、
頭痛、ラズベリー、ぜ、ぜんざい、ゼリー、ゾ、ゾウ、ゾンビ。ここからは横書きバージョンでいきます。だ、大根、ダイソー。じ、鼻じ、縮む、縮み。鼻字の字は、もともとが、ちです。言いやすく濁って、字となります。ず、三日月、缶詰。三日月の図も、もともとは月のことなので、言いやすく濁って三日月となります。缶詰は、缶と詰めるという二つの言葉がくっついてできた言葉です。言いやすいように缶詰と濁ります。皆さんお気づきでしょうか？字は、死に点々と地に点々があります。図は、巣に点々と、つに点々があります。地に点々と、つに点々については、私も本当に今書いたものくらいしか例が思い浮かばなかったです。ほとんどが、字は、死に点々の方で、図は、巣に点々の方で表されます。では続けます。で、電話、デザート、ど、どら焼き、ドーナツ、ば、番号、バス、ビ、ビン、ビスケット、ブ、ブドウ、ブーツ、ベ、弁当、ベッド、ボ、帽子、ボート、パ、酸っぱい、パン屋さん、ピ、ハッピ、ピアノ、ぷ、扇風機、プリン、ペ、ペロリ、ペットボトル、ポ、ポカポカ、ポテト。いかがでしたか？字と図については子どもたちにもとてもややこしいし、大人でも間違えて使う方がいらっしゃいます。どんどん使って慣れていきましょう。間違えても大丈夫です。それでは今日はここまでです。ありがとうございました。